今回のチャフィーズトラベルチャンネルは、東京国立博物館に併設されたホテルオークラレストランユリの木をご紹介します。2022年11月は創立150周年記念の国宝展が開催されています。本日はその国宝展鑑賞のため東京国立博物館を訪れました。国宝展の入館予約時間までレストランでゆっくり過ごします。あらかじめ整理券を発行してあるので、そろそろレストランに向かいます。手前にあるのはカフェユリの木。ドリンクやデザートが提供されています。こちらがランチをいただくホテルオークラレストランユリの木。メニューを少し見ておきます。落ち着いた雰囲気で和服で食事している方もいらっしゃいます。メニューを見ていきましょう。和食メニュー、洋食メニュー、中華メニューとデザート類。マダイの蒸し焼きをオーダーします。もう一つは150周年記念のデザートプレートをオーダーします。ゆっくりと時間が流れます。こちらはミニデザート。マダイの蒸し焼きからいただきます。適度な油でさっぱりとした後味の美味しい高知産のマダイ。プロヴァンス風のソースがマダイの旨味を引き立てます。オレンジとチョコレートがスイートでビターな味わい。栗のムースがたっぷりで秋らしい風味豊かな仕上がり。もちもちのミニデザートのミルクレープ。最後に150周年特製ロゴのクッキーをいただき、国宝展に向かいます。国宝展が開催されているのは平成館。ゆっくり鑑賞することができました。今回のチャフィトラは東京国立博物館にあるレストランユリの木をご紹介しました。